僕の理想はいいラインバッカーってそういうことができてる話をするまあ、時にインバッカーもやって、で 5DB 引くときは僕がニッケル入ってやって、まあ、いろんな LB っていう、まあ、枠から出ていろんなとこをやらせてもらってるんですけど、うん、まあ、僕の理想は、まあ、そこで、うん、他のポジションにも負けない能力を身につけた、まあ、いわゆるハイブリッドなラインバッカーが僕の理想です、うんうん、インバッカーとアウトサイドラインバッカーこうそこまでどっちでもいいみたいな、こう固執して俺は本当ここはやりたいみたいな、特に最初はランガツガツいくのが楽しくて、うん、まあ、インバッカー楽しいなってずっと思ってやってたんですけど、スタンスとか国立がこうどんどん多くなってきた時に思い切り動けなくなってきているところがあって、うん、で、まあ、たまたま外をプレーする機会があった時になんか一応フォースの役割あっても結構内から攻めてもいいよとか、なんか自由が結構多かったので、今はアウトサイドの方が好きです。カバー4とかだったらセーフティーも来れるから、はい、内から行っていいっていうのは結構好きに分かりやすく動ける、まあ、身体能力あるし高いし、まあ、動けるならね、しかも手も長いからで身長高いと、もうその後の、はい、例えばナンバー2フックしてナンバー1ポストとかだとやっぱナンバー1ポストもある程度フックのとこいてもかぶるっていう、身長高いと、はい、クォーターバック投げづらいってのがあるから、アウトサイドラインバッカーでね、すごいいいと思ったけどね、できればね、俺はもうずっとミドルラインバッカーだったから、ミドルラインバッカーやってほしいなとは思ってたけど、はい、そこは理想像ってなると、自分のね、人によって理想像って絶対違うもん、はい、こうフィジカルとか、そうこう見方とか、こう与えるのが好きな選手もいるし、避けるのが好きな選手もいるしみたいな、はい、俺は体大きいのに当たるの嫌いで、だからいかにオフェンスラインに当たらない、当たらずにいけるかっていうのをずっと考えて、はい、でブリッツとかスタンツも入るんだけど、もう基本的にはこうどのギャップが埋まるとか、もうディフェンスはもうそれ DNA のこと信頼してここ開くからここも攻める、はい、ただ攻めるんだけど、最悪のことも考えていける体制は整えるけど、基本的には自分の方が攻める、はい、だから俺見るっていうのはあんまなかった。理想の LB は基本的にはロスでタックルするっていうのが理想。ロスタックルはいらないけど、ロス上でタックルするっていうのが LB の理想と思う。で全部のプレーに絡むのが俺のマイクの理想。でその全部に関わるためにもオフェンスラインとかには絶対当たらない。まあ、当たらなきゃいけない時はあるから、はい、死にに行かなきゃいけない時は死ぬけど、基本的には、まあ、死んでも死んでオフェンスライン死んでその後潜ってランニングバックの足は引っ掛けに行く、絶対一人で一冊じゃなくて一人二冊までするみたいな、はい、これ理想像ともすごい難しい。まとまんないね。十分、はい、サムでなんかでもニッケルとかでも、第1話の時に YOSHIKI さんが練習をちょっと教えてくださった時に、今のこの肩下げてやるドリルみたいなの教えてもらって、うん、あれが結構、僕ブリッツ多く入るんで、その時はパスラッシュとかでも使えることが多いんで、うん、そういうのはすごい勉強にさせてもらってます。肩下げるっていうのもね、こう非常に大事だし、あの重心のかけ方というか、はい、基本オフェンスラインとかオフェンスってこうブロックするとき体重かけてるから、それにまず寄り添っちゃうみたいな、はい、寄り添って肩下げることに寄り添えるから、そこからどうこう体重比を変えてオフェンスラインがこうこいつ押せるなと思った瞬間に引いたりとか、はい、こう体重のかけ方で次オフェンスがどう来るかを予想してどう動くみたいなとか、ブロッカーもナンバー2が最初ラインバッカーサム、あのフィールドのラインバッカーだったら、はい、めちゃくちゃ打ちえぐって、あ打ち来るじゃん、その瞬間に外行ったりとか、
自分がうちのランプレーなのにあえて外ちょっとリアクションして、あ、外来てんのかなと思わせて位置生かしたりとか、はい、まあ、そこら辺はね、うん、ラインバッカー的には俺の中では7割ぐらいはもうプレー始まる前に決まってるから、アラインと何が来るかだけ分かってれば、はい、あとはもうその通り動くだけっていう考えか。どういや、僕はIQ とか、IQ っていうか、プレー読むのが、まあ、自分のスカウティング部署もあるんですけど、あんまり苦手で、よりも、まあ、一番嫌なのだけを考えてやってるんですけど、うん、まあでも、実際、ヨシキさんの大学のプレー見たときに、スクリーンインターしてるのとか見たんですけど、なんていうか、ね、楽にやってるなっていうのを見てて、すごい思って、うん、なんやっぱその、プレーが始まる前の動きだったりが結構重要なんだなっていうのはすごいプレーを見てて思いました、うん、まあ、それでね、ある程度なんか俺もそんなにフィジカルも高いわけじゃないし、はい、足もそんなに速くなかったけど、もうそこで勝つしかなかったっていうのは一つあったので、今すごい、ね、フィジカルも高くなってるし、はい、施設とかもすごい良くなってるから、まあ、より自分でこうそのプレーが始まった時にできること多分俺らの時よりも多分多くなってると思う。多分テクニックとか動きとかは多分大きくなってるんだけど、はい、なんか若干今の子たちを見て思うのは、その前のスカウティングとかそういったのが、まあ俺ら結構体もちっちゃかったとか、昔の人とか体ちっちゃかったりとか、はい、足がそんな速くなかったり結構多かったから、それをミーティングとかスカウティングでめちゃくちゃこう補ってたってのがある。自分の強みを生かせるシチュエーションある？僕は、まあ、C っていうならって感じですけど、サーダンギャンブルとか、あ、サーダンギャンブル、ポースダンギャンブルとかで一回勝ったのかな、ごめんなさい大丈夫大丈夫だよ、あ、いや、あ、大丈夫、流すこれ、ホースダンギャンブルとか、まあ、サーダンロングとかで、こう大体何が来るか読めるっていう状況の時に結構割り切っていくタイプなんで、そこで意外と思い切ったいいプレーができたりするっていうのはあるんですけど、あのホースダンギャンブルで、まあ、2ヤードとかでガツガツ割っていったりっていうのが、普段パあのパップとかでゆっくり見ようっていうのが一切なくなった時に結構動けるっていうタイプですかね。割り切れて、はい、それでもすごい大事だよね、 LB にとって。やっぱラインバッカーに求められるものってこうすごい今こう広がってる中で、こうやっぱランも守んなきゃいけない、パスも守んなきゃいけない、そう、そんならもう今さ、あのフィールドのラインバッカーもほぼ DB がやったりとか、はい、守備範囲がどんどん広がってる中で、でもその中でもやっぱね、止めなきゃいけないプレーとか自分がこう活かせるプレーとかあると思うから、はい、それ割り切るのめちゃくちゃいいことで、俺もそれが一番かなっていうのは思うから、いいラインバッカーってそういうことができてる人たちかなと思うかな。その次の活かせるシチュエーション、シチュエーション、そう、ディスタンスとかそういうシチュエーションとかそういうのでもなく、シチュエーションだよね、そういうのに浮かせるシチュエーション。ユシキさん、緊張します？緊張？はい、めっちゃする。してもあんま変わんないですか？本当ね、プレー的には緊張するんだけど、この緊張って多分俺の中ではすごい必要なもので、緊張してる中でもやっぱこう興奮してる自分と冷静にしなきゃいけない自分みたいなこういて、でなんかこう俺大学3年生の時、あのアズマボールで MVP 取った時、日大戦なんだけど、はい、その時はあんまり記憶とか覚えてなくて、なんかそういうなんだろうな、メンタル的なところで自分の多分最大限の力を引き出せるときって本当にメンタルが全て、あのコンディショニングとかあると思うんだけど、基本的にはメンタルだと思う、はい、アメフトにおいてはやっぱオフェンスラインとかさ、めちゃくちゃでかいやつらとかって、で負けたら自分のシーズン終わるとか、こう先輩のシーズンをなくしてしまうみたいな、
そういったこう不安とかもある中で、こう自分をそれをなんかこう律しながら興奮状態に持っていって一番いいパフォーマンスができるようなメンタルはすごい大事だと思うから、俺の中では緊張はすごいしてもいいっていうのが、まあ、緊張するでしょ。だってめっちゃそうだって全てかけてきてるわけだから、はい、大学でアメリカンフットボールやって日本一っていう目標を掲げて全てを掲げてや捧げてやってきてる一試合一試合で緊張しないっていうのは俺は逆にありえないと思って、まあ、緊張しない人もやっぱいるけど、はい、なんか緊張しない方がこう自分の思ったなんかいつものやれることやるみたいな、それ以上に緊張してるけど興奮しててみたいな、そういうなんか自分の心の中がすごい充実してる瞬間が一番いいパフォーマンスができる。これはまあアメリカンフットボールだけじゃなくて、はい、あるんだけど、アメリカンフットボールはまた別のこう怖さとかもあるじゃん、はい、ヒット数とかタックルするとか、はい、その怖さも自分で律してそれを超えなきゃいけないみたいな、ちょっとなんかこういつもの自分じゃない方が多分その怖さとか多分忘れられるし、はい、ね、だからそのためにこうなんかアメリカンフットボールってこうなんか最初ハードルがあってとかラグビーもハカがあったりとか、なんかそういったのは多分フィジカル の, そのコンタクトスポーツやそういうのがあるんだろうね、多分。なんか自分怖い自分をなんか一つ乗り越えて、はい、乗り越えた自分が一番いいパフォーマンスができるとは思う。エレビートしのこれは、ね、俺が選択したんだよね。どれが話をするんだよ。なんか最近こうオレンジのこう活動をやっぱあのプレイヤーみたいなね、こう YouTube とかこう生ではちょっと正直俺もまだライブでやってるからちょっと見てかぶったりとか言ってないけど、 YouTube とかでは多分結構俺の代もみんな見てるし、はい、すごい気になってみて、オレンジのことに関してはそのオレンジが今どういう活動をしているのかっていうのがそのこう SNS とかでやっぱこう外から見えるけどさ、こうなんか内情はどういうトマホークスの時とどう違うのかなって分かってないから、はい、オレンジに対してみたいなオレンジのみんなに言うことみたいな質問もあったんだけど、はい、ちょっと、ね、知らないのに言うのはちょっと申し訳ないから、はい、だからちょっとラインバッカーっていうところにフォーカスしてもらったので、こんなにちょっと苦手な質問だったエルビーとしようかな、まあ、エルビーというより、まあ、ディフェンダーとしてというかやっぱりとにかく常に攻める姿勢でいたいなっていうのはあって、うん、まあ、先ほどのフォースダウンギャンブルの話もそうですし、まあ、ここぞという勝負場面もそうなんですけど、常に攻める姿勢を持って、まあ、ボールをかくだったり、あとはまあちょっとパスカバーで下がった後に開けといて投げさせたのを狙うとか、なんか常にこう攻めの姿勢を持っていることで、まあ、ミスもあるかもしれないんですけど、まあ、僕が1年生の時に100回ミスしてもいいから1回ビッグプレー起こしてこいっていうふうに言われて、それが僕の中で結構残ってて、まあ、まあ、流れも変えることできると思うし、やっぱりその常に攻める姿勢っていうのは大事なのかなと思って、うん、強いですね。なんか俺3年生の時まですごいそういうのあって、はい、もうバンバン行くみたいな、4年生でキャプテンになっていろんなもん背負っちゃって、常にこう今までこう結構ね、あの攻めで行ったのをちょっと待って見てみたいな、なんか出てきちゃってから4年生の時もあんまりラインバッカーとしてはそんなにだったな、3年生とか2年生の時の方がガンガン行った時の方がやっぱピークだったから、やっぱガンガン行くのがやっぱラインバッカーいいと思う、やっぱ待つとやっぱ結局当たられちゃう、触られちゃうし、ね、強ね、姿勢がすごい大事だ。実際今言ったんですけど、春めっちゃ守ってなんか、4年生なんですかね、やっぱミスっちゃいけないみたいなのが出てくるんだろうね、はい、まあ、しかもで春はどこでさ、まフィールド、フィールドですから、はい、フィールドってめっちゃ目立つもんな、ミスな、ミス、うん、マイクとか結構目立たないからね、うん、目立たないから結構いけちゃうんですよ、うん、そっか、こだわりリアクションかな、リアクションが全て、あのランパスのリード、もうランニングバック
はほとんどもう薄めで見て、基本的にはオフェンスラインと QB のこう右にこう傾くの、左に傾くのかとか、そういったところの全てやリアクションだと思って、一歩目をめっちゃ大事にしてる。その一歩目がこう足が壊った時に、右のプレーだった時によくあるのが、あのこっちから出る選手、はい、左から出る選手っていうのは基本的にはここでもクロスオーバーしてるからこっちには行けないんだよ、カウンタープレーの時で。プラスこう行くのとこう出るのでこっちの方が早いんだよ、はい、だから基本的には一歩目の出す角度をすごい大事にしてて、でパスだったら例えば、自分の下がる方みたいなのあるじゃん、はい、こうカバーによって、だからカバー方、下がる方に一歩出して下がる、この一歩でどれだけリアクションできるかみたいなのをめちゃくちゃ大事にしてて、はい、マイクって基本的にはこうフィールドだと QB がこっちにいたらこっちのこういう風にセットする、はい、で右足まず一歩出すからの下でしょ、はい、でマイクっていうのは両足も揃ってるんだよ、真ん中にいるから、はい、どっちでも出してもいい、このどっちでも出してもいいんだけど、この一歩で変わってくる、この一歩でここに出したときにオフェンスラインとの角度が縦に出ちゃってるから、こう来たときに基本的にはこうなってこうなってくる、はい、この角度で負けてんだよ、この角度だったらもうまず正面に入っちゃう、オフェンスライン、この時点でも勝ちなんだっていう、その、はい、めちゃくちゃリアクションの一歩目にめちゃくちゃこだわるっていうのが一番の強いこだわりかな。インバッカーって結構セット低くする人いるじゃないですか。ヨシキさんどっちかっていうと高いですか。疲れるから低くはしたくないんだけど、でも絶対ケツは入れる。ケツは入れるってここ挟む。この、はい、なんていうの、この付け根のところを挟むぐらいは、だからケツは上がったとしても、ケツはここ、ここは入れる。付け根はしっかりこう。構えて、じゃないと足が出ない。棒立ちでやる選手は考えられない。俺もちょっとディスガイズとかしながら疲れてる時に、はい、俺疲れてるのにディスガイズするんだよ疲れてるのにディスガイズしながら動くみたいな、はい、でもう基本的にこれランプレーだなと思ったらある程度アライン上げちゃって、はい、で前のこうリアクションしながら自分が例えば左にこうめちゃくちゃいる時にオフェンスラインがこうめちゃくちゃ気にするじゃん、左のプレーだな、オーエンスライン QB がちょっと変えたら右に移動してみたいなと、そういったのでこうやってたりしたから、まあ、基本的には絶対にセットはするべきだと思う、うん、インバッカーはねやっぱ早いもんね、オーエンスラインが出てくるの、はい、この一歩でねもう遅れたら終わりだと思うから、結構一歩が出やすいようなセットを、セットそうもうめちゃくちゃ研究してる自分で、そうセットからのスタートみたいなのはもう結構毎日こう樽沢とかとこう、はい、一歩の出し方とかをどう出すみたいなこう毎回2人で研究してるかな、まあ、基本的には俺がほぼ樽沢に行ってたんだけど、樽沢、はい、にも多分樽沢のフィジカルでの一番出やすいのは多分各個人によって違うから体重比とかもだからあるけど、まあ、自分の体重比で一番スタートしやすいのを探して、でなるとやっぱ低い方がやっぱ早いんですよね、はい、だから、まあ、基本的にほら陸上だってそうじゃん、最初低くて、はい、低い方が速いから、で体重も7-3ぐらいにしたかな、6.7、そんぐらいのあれにしたかな、パスはねセンス、パスはセンスって言うの、見る順番、レシーバーを、レシーバー QB で、打ち入ったら打ち入ってくる、アウトしたらこれなんかこの感覚さえあれば、はい、次見る順番で例えばこう前に取ってこっちの後はスッと見て、でもうレシーバーのその、まあ、ポストしないんだけどこのとこまで見れればここに来るからここまで下がればいいよ、あと QB見て QB に出すとか開けといてみたいな、あえてこっちこういう肩こういう肩の切り方して打ち入ってきたら絶対投げるじゃん、はい、あえてこの角度にこの肩の切り方してこっち狙って、はい、めっちゃこっち重心やんだけどこっち向いといて、でもセンスは磨く、スカウティングが、はい、才能とかはこうなんか開花させる、こうあれでなんかセンスとかは磨けるから絶対、はい、フットボール見てめっちゃ勉強すれば磨けるから、こうセンスっていう言葉で結構片付けちゃうんだけど、もうセンスは磨けるから、いろんなプレー見てで自分で研究して
実行して、ダメだったら反省して、もう一回実行して、それを回すことが大事。それをセンスが磨くことです。僕は結構 YOSHIKI さんのプレイ見たり、まあ14の時の富士通行った高橋悟さんのプレイとか見たり、結構研究というか、まあすごい上手いなと思う選手を見てるんですけど、 YOSHIKI さんはどういった選手を見てるんですか？あ、でも一番やっぱ4年生の時の今力士でいる佐藤さんは、まあ、ずっとバディでやらせていただいて、日本で一番うまいと思ってたから、加藤さんのことは。フィジカルも高い、めちゃくちゃ足速い、ヒット強い、タックルできるみたいな。でも佐藤さんのすごいところって、その佐藤さん、大学4年生から、あ、大学1年生からラインバッカーなの、はい。それまでは2校で OL やってたの。おお、はい。これラインバッカー。だから、そのラインバッカー歴としては、入った時に、俺ここ1年生かっていうから、まあ、3年と、まあ、4年、まあ、ほぼ3年ぐらいだから、あんま変わんないから、なんか気づいたら言ってとか、アドバイス欲しいみたいな、なかったです。こう、その、こう、なんですか、自分へのこう、なんだろう、謙虚な姿勢っていうか、はい、常にこう、はい、研究し続け、もう姿勢もまず学んだし、で、テクニックとかもすごい学んで、だからその選手かなと、佐藤選手と、まあ、パスカバーとかはあのもう一個、佐藤さんの一個下の宇沼さんはパスカバーすごい綺麗な方で、はい、パスカバーの下がり方とか肩の切り方すごい綺麗な選手で、そのパスは宇沼さんから勉強したみたいな感じ。宇沼さんは俺高校1年生の時に高校3年生でずっと尊敬する先輩だったから、はい、大学帰っても変わらずずっと尊敬でこういうのプレーに住んでたし、あとはまあそれがね、いい選手を見ながら、まあ、いいところを取りをしていくというか、やっぱ選手によってやっぱ苦手な部分とかあると思うから、そこは違う選手のいいところ、いいところ、はい、いいところ、いいところをめっちゃもうどんどん持ってきてみたいな感じだったから、あとはどうかな、そうだな、あんまりパスカバーとか、そうだな、感覚の選手とかは基本、ラインバッカーとか結構。うまかったしね、ヘブリライタさんっていうね、感覚の人とかもめちゃくちゃうまかったので、結構だいぶ前だからあれだけど、はい、あんまりフィジカルが高い選手っていうのを見ようとしなかったな、あんまこうフィジカルが自分が高くないから、はい、でも昔見すぎちゃうとさ、昔ってやっぱ外側のが少ないからさ、はい、基本的にちょっとセットもちょっとラン寄りとかもあるし、はい、うん、プレーが、ね、どんどん難しくなってるからね、それに合わせてる、まあ直近まあ4年以外5、6年ぐらいあの先輩のプレーを見てたみたいな、はい、もう一番も佐藤さんのプレーをずっと見てた、まあ、間近で見れるし、はい、うん、でテクニック教えてもらった、うん、まあ、でも大事だよね、こう人から見て回るっていうのは、はい、しかも今ハドルで見れるし、ね、3段階的に俺らの時はもうスカプロレスに行かなきゃいけなかった、はい、うん、